なんだ？わーロシデレ10話やっていきましょう。ぜひ皆さん、グッドボタン、チャンネル登録、ボタンよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。レッツゴー。来た。モチベ上がんねー。おお。そろそろブレハズ始まるな。ブレハズ、いや、アニメ。一旦アニメに逃避したら絶対勉強に戻らない。深夜アニメだ。明日だぞ。やばいね。始まった。おお。俺こんなに根性なくなってたのか。気になるよね。努力ってどうやればいいんだっけ。おお。頑張れ俺。せめて俺の評判のせいでアーレの足を引っ張らないくらいには。ん？え？うん。おお、いいよ。どうしたの？早い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 。本音持って。はい。あ、もしもし。どないしてん？こんばんは、クゼ君。誕生日会？こんばんは。なんか用か？なんと。別に用ってほどじゃ。クゼ君の？どうした？急に俺の声が聞きたくなっちゃったか？ニュースよ。え？何の音？が聞きたくなっちゃった。何？ニュースよ。おお、ほう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 。何の音？おお。いや、なのよ。その一人だとサボっちゃうって言ってたでしょ？付き合っちゃえよ。大丈夫かなって思ったのよ。頭。どうもモチベが上がらんのですよ。頭よ。むしろお前はこういう時どうやってモチベを維持するんだ？維持するも何もモチベーションが切れたことがないからわからないわ。マジかよ。すげえな。おい、モチベーションが上がらないなら一つ賭けをしない？賭け？ある意味名言だ。あなたの今回の目標は？一応学年30位以内だけど。大きく出たわね。まあいいわ。すごいな。もしその目標を達成できたら何でも一つお願いを聞いてあげるわ。なに？今何でもって言った？おい、この範囲内でよ。それでどう？いや、まあ達成できなかったわ。でもこれどうせまた言ったら俺が怒られるんだよな。まあまあいいや、まあいいや。ん？今何でもまあまあ、何でも一つお願いを聞いてあげれば、はい、ん？今何でもって言った？良識の範囲内でよ。まあまあ会話的に普通だな。達成できなかった場合は、はい、もちろん私のお願いを聞いてもらうわ。それはそれで若干興味があるな。クゼ君。まあ、いや、今のは命令されたいとかそういうド M 的発想じゃないぞ。あ、意味に。え？ヒントよ。いや、ロシア語で言われても知ってるわ。それじゃあそういうことでいいわね。まあいいぜ。俺にこの提案をしたことを後悔させてやるぜ。ま、せいぜい頑張って。 お前スルースキル上がったよな。お兄さんは少し寂しいよ。いつから私のお兄さんになったのよ。同い年でしょ。お前の誕生日って11月7日だよな。おお。そうだけど、どうして知ってるの？俺と近い。転入した時にクラスで話してなかったか？ああ、まあそれはいいんだけど。よう聞いてんね。誕生日4月9日だから、もう16歳ですけど。おお。それじゃあ、お兄ちゃん。わざわざありがとな、アリア。また明日。ええ、また明日。おお、何の反応だったの？まさかモチベが下がってるのを見抜かれるとは。これって、以心伝心ってやつか？うん。ホラー番組のせいで電話したなんて絶対言えないけど。そういうことか。見覚えあるやつだな。何よ、誕生日教えてくれればお祝いくらいしたのに。友達だって言ったくせに。おお、そうか、そういうことか。そういうことか。まあまあまあね。終わったー。言うの大変だよね。お疲れ。なんつうか、ええ、お疲れ様。俺誕生日やでっていうのも変だしな。放課後何か予定あるのか？特には。じゃあ途中まで一緒に帰らないか？終業式について話したいこともあるし。いいわよ。おう。おかしい。この前の電話以来アーレがロシア語で出れてこない。それで終業式の挨拶の話だったかしら。はい、そうなんだけど、その前に試験入ってからなんかいつもと態度違くない？おもろいな。表には出してないつもりだったんだけど。いや、実際ほとんど態度には出てなかったぞ。俺は気づいたけど。ふん。つまりそれだけ私のことを気にしてたってこと？試験期間中なのに。そりゃ気にするだろう。大事なパートナーなんだから。早いな。だったらなんで？ん？おお、だったらなんで？うん、誕生日パーティーどうして呼んでくれなかったの？誕生日パーティー？あ、そっか、パーティーやった前提に。そんなもん開いてないけど。そういうことか。そういうことか。開いてないってそんなわけないでしょ。はいはいはい。ああ、
もしかしてロシアでは誕生日にパーティーを開くのが一般的なのか。ブラジルも。はい、日本では違うの。少なくとも俺は小学生以降やったことないぞ。おお、そういうもんなんだね。言うと俺もブラジルの家庭だからな。そんなに俺のお誕生日をお祝いしたかったのか。ロシアではお誕生日を教えないってことはあなたとは今年もう仲良くしませんって意思表示になるのよ。おお。何よ。いや、まあそういうことにしときますかね。むかつく。それじゃあまあお祝いしてもらおうかな。もう3ヶ月過ぎてるけど、お前とは今年も仲良くしたいしな。うむ、遅ればせながら俺の誕生日パーティーを開催するので、ぜひ来てくれたまえ。そういうことね、はは。いいね。なんかさ、誕生日、あ、ちょうど8時0で止まった。あのさ、誕生日のちょっとした思い出で、誕生日パーティーって日本の家庭でどうなってます？あの、質問、わからない。っていうのは、俺は日本歴長いんだけど、まあ言うてブラジルの家庭なんで、パーティー、まあパーティー、うん、誕生日はなんかお祝いはね、必ずするというか、中学1年、2年ぐらいまではなんかこう、パーティーをやってた。で、そこら辺で最後になって、いや、なんかもう恥ずかしいから、いろんな人が来てね、なんかやるのは恥ずかしいから、ちょっと、まあ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 、まあ、みたいなこと言って、終わったんですけど、それ以降は、誕生日の時は、なんかこう、いつも家族でいろんなところに行ったりとか、なんかお小遣いもらったりとか、なんかそんな感じでしたね。はい、誕生日は。で、今でも、誕生日の時は、お母ちゃんと飯に行くみたいな流れにはなってます。日本の場合はどうなんですか？誕生日会っていう誕生日会って、どうなってんの？本当にわかんねえな。やらんとかある？なんか俺の記憶でもなんか誕生日会、まあ、でも中学生になってやってる人はあんま聞いてねえか。どうなんですかね？質問です。はい、川。はい、川。天使かよ。なんだ？天使やないかい。天使が舞い降りたぞ。なんだこれ。暑いなあ。まあ、うちの長袖制服じゃないだけマシか。日本の夏。でも、会長が夏服を半袖にしようとしてるんじゃなかったかしら？おう、みんな見てるね。けど、実現するにしても、来年度からじゃないかな。ああ、綺麗。それはそうだ、そうなるわ。マジで街行く人が振り返る。当然だな。何？いや、なんかめっちゃ注目されてるなって。気にしても仕方ないわ。美人の宿命だもの。一人だったらむちゃくちゃナンパされるんじゃないか。さすがの。そうね。休日はよく声をかけられるわ。あ、やっぱり。そういう時はどうするんだ？相手が諦めるまでひたすらロシア語でまくし立てるだけよ。なるほど。よかった。てっきり毒舌と暴力で撃退してるのかと。何か失礼なこと考えてるでしょう。いや、全然。立ちの悪いナンパに引っかかってなくて何よりだなって。ロシア語はありだね。独占欲？まるで彼氏面ね。ちなみに女子がもしもこれ見てるんだったら、多分フルシカトがいいと思いますね。フルシカトが、うん、100% 正解ですね。なんか、まあ、外国の方っつうのもまだ珍しいからあれだけど、なんていうか一言でも喋るのってダメなんですよね。止まった時点で、喋った時点で相手としては、お、これはっていう風になっちゃうから、絶対喋っちゃダメ。もう完全無視。1ミリも喋らない。で、相手は絶対にフックとなるワードを無限に投げるんですよ。もうとにかくフックいっぱいやって何かしらで引っかかればそこから相手の拒否反応だろうが何だろうがそこから、あ、この話題なら喋れるねみたいな。あとはとりあえず LINE 交換だけとかってのも絶対ダメですね。止まるのがダメ。そんなわけのわからんタコのために時間奪われるのダメです。はい。これ、ご記憶ください。まあ男性も何かしらでなんかキャッチされることがあるのであればね、酒屋系とかだと思うけど、フルシカと何にも喋らない。どんなワードにも喋らない。これが、よかった。てっきり毒舌と暴力で撃退してるのかと。暴力ダメです。何か失礼なこと考えてるでしょう。毒舌もダメ。喋ったらダメ。立ちの悪いナンパに引っかかってなくて何よりだなって。あら、独占欲？まるで彼氏面ね。悪いな。デートの最中は少なからず彼氏面したくなっちゃうものなんだよ。さらっと。そう、デートさらっと、はい、付き合え。
ピアルプリ。そうだね。俺とのデートはこれが初めてかな。こんな美少女がデート初めてなんてそんなことあるわけないじゃないか。やばいな。ここ？夜はお高い店なんだけど、ランチだったら手頃な値段でいろんな肉を食べられる。そういうのいいよね。結構センスいいだろう。このお店美味しいわよね。前に家族と来たことあるわ。ズミ。確か鹿肉が美味しかったのよね。鹿肉なんだ。すげえな。鹿出るんだ。鹿の子。それじゃあ終業式の流れをざっと説明しとくな。ええ。まず会長候補が選挙戦に挑む意気込みを語って、その後でそのパートナーがなんで自分が彼あるいは彼女を会長として推すのかを語るって感じだな。ほい。でこれが重要なんだが、実はこのイベント投票こそないがそれに近いものがある。各ペアの挨拶が終わった後に観客は応援したいと思ったペアにのみ拍手を送るんだ。はいはいはい。それって全く拍手がもらえずに静まり返るとかあるの？地獄フラグ。地獄フラグ。正直言って今の俺らがユキと同じだけの拍手をもらえるとは思えない。だから目標は離されないようにすることだ。勝とうとしなくていい。ずいぶん消極的ね。和牛のたたき、カモのロースト、自家製ベーコン焼き、牛握り寿司。牛握り寿司、握り寿司、お肉の握り寿司は絶対ウーバーで頼まん方がいいね。大体しょうもないもんが来る。いいものが来た試しがない。で、このグラスみたいなので梅酒飲むの大好き。話されないようにすることだ。何の話？勝とうとしなくていい。随分消極的ね。鹿肉どこに？冷静に現時点での戦力差を鑑みた上での判断だよ。美味しいのかな鹿肉。そうね、分かったわ。それと挨拶は先行でやるべきだな。先行は後の基準になる分どうしたって拍手は控えめになる。だから高校で差をつけられても言い訳が効く。そんな顔するなよ。そりゃ手段を選ばなければまだやりようはあるけどさ。例えば？ユキと綾乃に精神的揺さぶりをかけるとか。でもそういうラフプレーはお前の主義に合わないだろ。そうね。向こうから仕掛けられれば話は別だが、あいつらだってそこまでのことはやってこんだろうよ。宮前じゃあるまいし。どういうこと？お待たせしました。はいはい、どういうこと？うおうまそう、うまそう。それじゃあ一応俺の誕生日を記念して。マジうまそう。乾杯。うわぁ、肉パーティーがすげえな。うわぁ、そうなんだよ。この何しようか知らんけど、おいしいな。これ塩と肉が一番いいんだよ。そうね。あとわさびとかな。宮前さんのあの噂はレモン汁もいい。君の？おう。ああ。私が満足に桜を仕込んだことがさやっちにバレたみたいな。いや、あれは宮前が自分で考えて自分で流した噂だな。そうなの？谷山を貶めるような噂は沈静化したわけだが、同時に学生議会の結果もうやむやになったな。悪いな、もう少し他に手はあったかもしれん。いいの。結局私は何もしなかったし、何もできなかったのだもの。そんな私にどうこう言う権利はないわ。だからありがとう、久世くん。私のために動いてくれて。おお、気にすんな。あら、何？恥ずかしがってるの？くせ。かわいい。おい、こいつとうとう日本語で言い始めたぞ。言い始めたぞ。はい、じゃあこれなんだなんだ。おお、すげえ調子乗ってんなこいつ、うん、人が動揺したと思ってここぞとばかりに攻めてくんじゃん。攻めてんな。前回それでスプーン使えなくなったの忘れたのか。はい、喫茶でな。喫茶通過。どうもうまかったよ。さあ、なんていうのあいの、はあ、デニーズみたいですな。動揺しないだと。わあ、あれのペースに持っていかれてるな。持ってかれてんな。ここいろんなお肉あっていいね。ハンバーグとかも書いてあるし、デザートも充実してる。プレゼントね。はい、おーおー、わざわざ用意してくれたのか、ありがとう。すげえ。おお、なんかすごくセンスがいいマグカップだな。そうでしょう。ありがとう、大切に使わせてもらうよ。ええ、ぜひそうして。うん、何？いや、食器とか、それこそ恋人同士がペアで買うもんじゃなかろうかと。おー、まさか。よくわかってるじゃない。もちろんペアで買ってるわよ。おー、私の分はもう家で使ってるわ。さらっとすげーこと言ってね。すげーこと言ってね。言ったらどうする。おわ、こいつやべえな今日。やべえな。どうした？なんかもう今日は全然勝てる気がしない。無理だなって言ったらどうするじゃんって。ガチやろどうせ。またやばいな、どうしてん今日。三者面談の順番を待つ間、例の夏服の話をしたいと思うんだ。それじゃあ紅茶を入れるわ。お願い。ああ、綾乃ちゃんは座ってていいのよ。
クゼ君どうしたの？ああいや、なんでもない。仕事奪われた。それで会長、夏服のお話っていうのは？ああ、ここだけの話、夏休み明けには新しい制服を導入できそうだ。え、マジですか？ああ、就業式にサプライズで発表する予定だ。それは素晴らしいですね。この制服も好きですが、やはりこの季節はどうしても暑いですし、助かります。ありがとう。まあこの企画が通ったのは千咲の力が大きいんだけどな。そんなことないよ、トーヤが粘り強く交渉した結果だって。千咲トーヤ、なんやねん。なんて自然に二人の世界を作り出すんだこの人たち。はい、お待たせ。なんだよ。はい、どうぞ。今日みんなすごいな。ありがとうございます、マーシャさん。何？この前の催眠術がまだ大きいてるのか。あまああれは大概だな。神回ではまさに。親がついたみたいだ。三者面談行ってくる。頑張ってね。一旦お片付けするわね。あ、手伝います。じゃあお願いするわね。マーシャさん。ん？その、すみませんでした。あの催眠の件。いいのよ。あれは私が始めたことだったし。あ、その、あの時は聞きそびれちゃったけど、私って催眠術にかかっている間、クゼ君に何をしたのかしら。はいはい、アーリャと一緒に抱きかかえられて、頭をなでなでされました。え、それだけ？何をしたと思ってたの？それならよかったわ。何をしたと思ってたの？それってそのミット？クゼ君のエッジ。つい見ちゃいました。マーシャさんでもこういうのはちゃんと怒るんだ。でも一向に怖くないというか、むしろ大変可愛らしい。クゼ君？それはそう。ちゃんと反省してるのかしら。何してるんですか。お仕置き。いい？女の子に恥ずかしい思いをさせちゃダメよ。はい。付き合っちゃえ。みんなで付き合っちゃえよ。お母さんが来ちゃったみたい。マジで。行ってきてください。あとは俺が片付けときますから。お母さん。じゃあお願いできる？はい。声がまたいいよな。見た目と声のこのマッチがたまらんのよな。サラシマ先輩もアーリャさんももう行ったよ。そうか。誰だよ。やっと二人きりになれたね。だから誰なんだよ。じゃあ俺もじいちゃん迎えに行くかな。毎度。待てよ。なんで無視するんだよ。いや、お前こそさらっと綾乃の存在を無視するな。いた。兄弟できるのは久しぶりじゃんか。二人きりって言いながらいた。そういえばそうか。まあ、お兄ちゃんはアーリャさんと楽しく過ごしてたから気にならなかったかもしれないけど。いや、そんなことはない。そう。そう。クソ、寂しかった。そうかそうか、寂しかったのか。とりあえず机から降りような。というわけで、あまやかせ！いや、お前、情緒どうなってん？どうなってんの？どうした？早くしたまえよ。ここで。ですか。ここでですか。ここで今すぐ甘やかせと言っているのだよ、マサチカ君。わかりました。どんな状況だよ。ほら、こっち来いよ。よし、やめよう。あー、嘘嘘、お兄ちゃんかっこいい。これを見せられてるの、これ見せられてるのもまた。いや、すっげえ格好だな。おう、まさしか、来た。おお。なんで白スーツなんだよ。え、かっこいいだろ。そんなん着るのは柔道のおじいちゃん、外国のマフィアだけだっつーの。そうっすね。ん、あと麻生太郎さんだ、ね、あー、そうか、これがないからか。いやいやいや、かっこいいだろ。そうじゃねえんだよ。はいはい。どうせまたなんかの映画の影響でも受けたんだろう。というか、よく持ってたな、そんなの。今日のためになけなしの年金で買ったんだが。ばあちゃんに怒られろ。はい。京太郎はやはり忙しいのか。まあ、今年からイギリスの大使館勤務らしいから、いろいろと大変なんじゃない。ほう。だが三者面談ぐらいはな。仕方ないって。 あっちのまさちかは優しいな。やめ。失礼します。ん、ありがとうございました。先生。お、しまった。あ、クゼ君。しまった。やめんかい。すまんがありゃ。ちょっと待って。俺うちのじいちゃんなんだけど、ちょっとロシアに対する憧れが強すぎて。あ、クゼ君。おーの奇跡。おお、何の奇跡。これうちのじいちゃんなんだけど、ちょっとロシアに対する憧れが強すぎて。そうなの。 お嬢さん、お名前は。だからマジでやめろ。なんだよ。元気なおじいちゃんね。あなたがクゼ君。はい、初めまして。アリサさんのお母様でしょうか。
あらあら、これはご丁寧に。わお。はじめまして、アリサの母の九条明美です。やべえな。君のことは娘からもよく聞いてます。あ、悪い話でなければいいのですが。とっても楽しそうに話してますよ。そうですか。若干マーシャさん感もある。どこ行ったの？バカ野郎。わしの孫にならんか。そう。え？おいこら。どうか。ま、うちの正親の嫁になる気は。マジで黙れ。キャラ濃いわ。なんなの今回。どうだ正親。でじゃねえよ。黙れ。でじゃねえよ。それでアーリャちゃんはクゼ君のお嫁さんになるの？お母さん黙って。マーシャさん感がすごいな。それじゃあ失礼します。失礼する。失礼する。それで例のアリサさんのことなんだが。その話引っ張らないでいい。だいぶ引っ張ってんな。おや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 、ここで、おーおーおお、ユミさん久しぶりだな。お久しぶりです、お父さん。ほう、生きてゆく力が何の曲かわからへんということでね。いやー、面白いっすね。今のこの目をそらすのたまらんな。で、それが変わらんとな。はあ、はあ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 。そういう感じね。お久しぶりです、お父さん。お父さん。あ、だから、まさちかくんの母ちゃんで会ってるよね。で、この見てももらえないっていう、恐ろしやですね、ロシアだけに。はい、ということでね、エンディング気で。行きましょう。で、前回説明忘れたっすけど、ここでは曲流してません。が、単体で動画出しますんで、曲だけの。それはそれでね、はい、曲は流れてます。そんな感じです。ということで、早速聴いていきましょう。前回のミクさんの曲は知らんかったけど、めっちゃ本当に良かった。で、今回はね、どんな感じの曲になっていくのかということで、聴いていきましょう。Let's go!なんか、聞き覚えあるな。なんかギタフリを思い出すな。なんでやろう。あや、知ってる風で知らないかも。あ、いや、知らんわ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 。多分初見。サビ次第。ああ。それぞれ自分の歌にしてんな。すごいわ。カラーが出てるもんな。うん、多分初だ、初見だ。初見です。バンドさんなのかな？この感じ。恋の歌？恋の歌？いや、わかんない。初だ。完全初見です。ああ。で、歌詞がまたなんか全部合ってんだよな。なんなんこれ。いや、すごいな。え、なんなんだろう。このね、選曲うまいな。で、曲がなんとなく雰囲気的になんか、モンゴル800とかさ。なんかそういったような時代を思い出すんだけど、どうなの？生きてゆく、てててててて。てて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 ー。何なんだろうこの俺の今頭の中で流れてる曲。それにすごい似てるんだけど何かが違うんだよね。まさかのそのバージョン違いみたいな感じ。バージョン違いつうか。え？なんで、いや、わかりません諦めが肝心ということでね。はい、今回はこんな感じで締めていきたいなと思います。ナイスな選曲っすわ。毎度毎度毎度。本当にね、いい。で、こっから、もう残りわずかよ。あと2話やで。
ね、ラストがどの曲になるのかっていうのがまだちょっとワクワクですよね。はい、ということで、グッドボタン、チャンネル登録ボタン、よろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。See you next time!